どうも、マルベリーです。幻刀戦記グリフォン新章実況をやっていきましょう。さあ、ということで新タイトルの実況でございます。早速ね、やっていきたいと思います。タッチスタート。さあ、この幻刀戦記グリフォン、全9種類の職業システムがあり、メインはですね、塔の頂上を目指しストーリークエストを進めていきます。まあ簡単操作、爽快感抜群のアクション RPG ということで、まあもちろんですね、マルチプレイや PVP などとオンライン要素というのが特徴の横スクロール型の MMORPG でございます。ということで、まずはキャラクター作成からやっていきましょう。さあ、キャラクターの作成画面に来ました。まずは性別の選択ということでございますが、まあマルベリはおのこでございます。おのこなんでね、おのこを選択しておのこ言いたいだけでございますが、さあ職業選択来ましたよ。まずはね、この最初の職業選択ですが、全9種類、この幻刀戦記グリフォン、職業あるのようなんですが、最初は6種類の職業から自分の好きな職業を選んでいく形になるようでございます。まあいきなりね、悩ましいところなんですが、どうもですね、まあソードマスターがですね、序盤からですね、まあ終盤にかけても活躍できるバランスのいい職業みたいでございまして、まあなのでね、まあ RPG 系のね、鉄則とも言えるのかもしれませんがね、迷ったらまずは物理戦士系ってことでね、後ほど他の気になった職業等もですね、紹介させていただくとして、最初はソードマスターで進めていこうと思います。ソードマスター決定。さあ、いきなり始まりました。基本操作でございますね。操作方法がこんな感じで説明されて、まあ、基本的にはこう赤い攻撃マークみたいなのをタップしていくのと、あとスキルがあると、オートバトルもあるよというような説明でございますがね、まずは早速いきましょう。スタート。さあ、クエストスタートでございます。こうやってね、まずキャラクターをこう、左側の白いやつでこう動かしながら、で右側の赤い丸でタップしたら攻撃ができると。で、長押しもしくは連続タップで攻撃、連続で攻撃できるみたいですね。でこの樽とかもね、壊せるみたいなんですよ。でこうやって横スクロールでね、どんどん進んでいくみたいな感じで、で樽とかの中になんかアイテムがあったりするんですね。でブシってね、ブシってやっていくやつですよ。ブシってね。でこう右上の、あ、右上っていうか右下のこう、攻撃マークの周りにですね、なんか矢印出てるのが、これ押しなさいよって出てますけどね、今押さずにそのまま突っ込んでます。あー、なんか敵がいっぱい来たよ。でこの時にこれ真ん中でブシャーってこれ回転するやつ、これいいでしょこれ気持ちいいんですよ。で他にもね、こう前にブシャーってね、こうね擬音ばっかりだけど、あとこの緑のやつをなんかね壊すと、こう星モンスターみたいなのが出てくるみたいでね。あ、ブシャー、あー、タイミングずれちゃった。あとね、スマッシュみたいなのもあるの。ブシャーってね。ブシャーしか言ってないけど。とりあえず、こう、まとめて敵をね、一掃できるのがいいですよ。これ、まあ、回転でいこう。回転で最後。回転切れ、ブシャーみたいな。こんな感じでございますよ。はい、そして街に戻ると、あら不思議。髪が金髪になっちゃったーってね、まあ今回ですね、ちょっと序盤のチュートリアル的なところは割愛させていただいておりますが、この画面がですね、まあ、チュートリアル後のホーム画面になってますね。でホーム画面でもこうやって動けたりね、いろいろしますが、ちょっとクエスト見てみましょう。右下にあるクエストを押しました。はい、クエストこんな感じで出てますが、一番下のところが、まあ、あの、チュートリアルのところですね。そこから今、アトラス山脈、ここまで、進みました。このストーリークエストなんですが、基本スタミナ消化なしで、楽しめるということでですね、まあ、先ほどの戦闘シーンでもちょっとだけ出ておりましたが、まあ、オートバトル的なね、機能もあるので、まあ、私個人的にはですね、基本ゲームのキャラクター育成などにはですね、仕事の合間今などね、利用して行うこと多いんですが、まあ、ちょっとした、時間等でもですね、キャラ育成が可能ということで、まあ、しかもスタミナも意識しないでいいという点も非常にありがたいシステムになってますね。現状はメイン6のところまで進んでおります。はい、一つ画面戻りました。あとね、スペシャルクエストとかいろんなイベントのクエストもあるみたいでございます。そしてですね、マイルームちょっと行ってみましょう。
まあ実はですね、ゲーム実況やり始めの頃はですね、オートバトル的な、まあ先ほどの話なんですが、そのオートバトルがあるゲームっていうのはね、どうも自分でね、こう育成してる感が損なわれていく気がして、まあ苦手だったんですけどね、まあ最近このオートバトルのね、活用の仕方っていうのも理解しました。非常に便利ですね。うん、で、しかもね、自分でちゃんと育成したいときは別にオートバトルしなくて、いや、しなきゃいい話なんでね。はい。現状、マイルームに、やってまいりましたが、ちょっと装備見てみましょう。はい。そして装備をタップすると、はい、レベル15までね、来ているところでございます。まあ、まずね、装備のね、欄見ていただくと、こうメイン装備とサブ装備っていうのが、あるみたいでございます。で、それらの装備自体もですね、強化していったり、まあ、セットすることで、ステータス能力値が上がっていくというシステムですね。その他、アビリティやですね、あと職業のですね、スキルかな、スキルのところにもね、スキル設定、はい、こんな感じでね、職業特有のスキルがですね、こう、系統ごとにあったり、パッシブスキルがあったりと、非常にやり込み度がね、高い、ゲーム性になってると思います。また、ちょっと金髪になってましたって冒頭言いましたが、このアバター編集のところでね、こうやって見た目とかも変えられたりっていうところがチュートリアルで説明されていく内容ですね。まあ、なのでですね、まあ、現状チュートリアルを終えて少しだけ進んだ状態といったイメージで、まあ、今言っていた装備やアバターなどもですね、基本ドロップや最初からあるものだけの状態でございますが、このゲームですね、めちゃくちゃアバターや装備の種類が多いみたいです。アバターだけでもですね、なんと2000種類以上あるらしいんでね、まあ、ということでございまして、今回我々用意しました。そして集まりましたよ、698現魔石ちょっとガチャ行きましょう。はい、今回ですね、現魔石ガチャということで、まあ、要はガチャ石ですね。ガチャ石が、まあ、現魔石というものがあるんですが、それ今回698個あるんで、ここに今ありますですね、ちょっとプレミアムガチャかアイミングフェスっていうのが現在開催中みたいでございまして、これ引きたいなと思ってるんですけどね、まあ、数はねプレミアムガチャの方がいいんですけど、まあ、今2016年のこの記念ガチャ、しかも引けば引くほどアップ、UR 確率アップ、ちょっとヘッドライナー3とかね、なんかすごいド派手なラインナップ、ちょっと一覧見てみましょうか。こんな感じ。なんだこれ、レッドダイヤ、ヘッドライナーメット、お、ダンプー剣。なんかいろいろあるよ。はい。ということで、まずは初回10連、11連ガチャ、60現魔石で、11連できんだね。だね。はい。行きましょう。11連。行くぞ。まずは60魔石使って、1回目、11連目。たい。さあ、どんな感じ。ビシビシ言ってる。うわ、お、 UR、 あ、これどんどん続くんだ。 SR、 青、最初何色だった？ SR、 あー、アイスや。どんどん行こう。あー、アイス、あ、赤だ。あ、これタップしたらもう行っちゃうんだ。ガチャ結果やっちゃったわ。お、バーバリアンソード、あとはヘッドライナープレート3、来た来た、旋風フォールド。お、剛健の指輪。あ、ヘッドライナーフォールド3の足？体と足きた。おー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 おお。きたじゃない。あ、で、こっからは120なんだ。ちょっと戻ろう。ちょっと落ち着け。で、装備いこう。装備。で、ちょっとおすすめにするとどうなるの？はぁ！きた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 。あ、アイスとか持てんだ、これ。ちょっとセットしてみようか。てい。拡張ガード、レジストガード発動する。かっけくなったちょっと待って、何、これが何だったん？これバーバリアンソードか。ちょっと待てよ、頭がダセーなもう一回行くか。あ、違う、こっちガチャ。ここは120使うからね。え、で、今いくつあんの ?638 でしょ。だから、最大5回までしか引けないぞ。まあ、いいか。もう1連だけ行こう。11連。てい！これ、コストとかもあるんだね。ブラックヘルムっていうのが出たわ。これ、バルムンクって何本出たんだよ。ちょっと次、パッと行きましょう。ヘッドライナー3。頭引きたい。
来い。33連目ちょ、これスキップできますよ。デイ、どうや、旋風フォールド、スーパーバスターソード、メタリックフォールド、ヘッドライナーが来ないな、マジか。44連目、頼む、ヘッドライナー来い。スーパーバスターソード、ブラックメタルフォールド、プロメテウス、クロスフォールド、いやー来ねえぞ。あと、あ、間違った間違った。でもあと22連引けんのかな。これはもう引いてるけど、いくぞ、デイ。どうや、あ、弾風剣来た、クロスヘルム、いやー来ないねー。ヘッドライナー、これラストやで、いくぞ、デイ。これラスト、頼む、ヘッドライナー頭、またブラックヘルムや、来い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 、来なかった。いやーマジかー、ちょっとヘッドライナー揃えたかったけどな。まあいいや、装備、装備ちょっとおすすめでもう一回切り替えてみようかな。あ、やっぱこの状態なんだ。ちょっとこの頭変えたいわ。あ、何、表示装備ってあんの、これだ。実際の装備とは別に表示装備っていうのができんだ。お、できたできたできた。いやーでもなー、頭なんかこれ普通のやつかっこ悪いな。うん、かっこよくなったわこれ。ちなみに名前はね、マルベリ CH ってなってますよね。ちょっと見えないな、これ、ね、マルベリチャンネルね、うん、マルベリだけだったらダメだった、うん、いやいやいや、剣超かっけえなこれ。弾風剣、ちょ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 、うまく合わせられない。おお、弾風剣はい、ということでございまして、ガチャチャレもね、やってみて、合計、50何連引いたのかな、違う、60何連引いたのか、引き続きですね、ちょっとこのキャラを使っていろいろやってみたいと思います。さあ、ということで、新装備になったマルベリー、今回はバトルアリーナというところでですね、PVP バトルに挑戦してみたいと思います。まあオンラインプレイということで、今現在こう左側に来て、集まっていただいている方全員こうオンラインのプレイヤーさんでね、まあノラのパーティーなんですが、まあパーティーと言ったらいいんでしょうかね、ノラの PVP なんですが、ちょっと お邪魔させていただいてね、この新生マルベリー、試し打ちというか、バトルアリーナのね PVP もね、これ多分一回なんかあのテストでやってんですけど、まあ、ちゃんとやるのは今回が初でございます。あんまりルールも分かってない状況でございましてね。さあ始まりますよ。こんな感じでね、まず4対4に分かれて、戦いをやっていくという感じでございますが、まあ、PVP、バトルアリーナというところでね、フリーバトルとして、まあ、こう気軽に対戦みたいな感じでね、ルームを作る、もしくは作られているルームに参加して、4対4のバトルが、さまざまなバトルステージが用意されていてね。で、制限時間内に、タワーを折る、もしくは敵クリープを倒す、まあ、敵、こう、プレイヤーとはまた別にね、モンスターみたいなのがいるんですが、それを倒すかしてですね、ポイントを貯めていって、まあ、それで順位を競うみたいな感じですね。ただ、まあ、PVP なんでね、プレイヤーキルが発生する感じでございますよ。で、今回私ですね、まあ、キャラクターはね、何でしたっけ、うわいきなり来た、ちょ、怖い、ちょっとね、よっしゃ、遠距離があるからね、この 1スキルって言ったらいいのか分かんないですけど、危ねえ、この遠距離でちょくちょく削っていきたい、危ない、痛いよ、やばい、あ、怖いな、前にあんまり出すぎたくない、よし、とりあえずこいつ倒しとこう。私ね、弱いからね、今前出たらすぐ死ぬんですよね。とりあえずモンスター一体撃破。やばい、暗闇。やばい、仲間がやられたタイミングで俺もやられる。仲間と一緒に。で、あんまり前に出すぎると、うん、戦力が低い私は速攻死んでしまうという状況でございまして、タワーのね、近くに敵が寄ってくるとね、ビームを撃ってくれるんですよね。そのビーム、相手、タワーのビームを使ってね、うまく、やりたいんですが、なかなか難しいですね。さあ、相手がだいぶ攻め込んできてますよ、これ。
危ねえなこれ。またこいつをとりあえず処理しよう。でこうやってねタワーに近づいてくる敵を処理しとかないとタワーがやられちゃうんで。よし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 、投げろ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 、どや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 、あーやべやべ一気にやられる、無理や、こんな無理や、危ね危ね危ね、ショックか、怖いよ。なんかでかいのいるぞ。何あのでかいの、あのでかいのはなんだ。やべ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 、逃げろ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 、なんかでかいの召喚された。よしよしよし、仲間来たぞ。あいつを倒すのか、任せろ。やばいやばい、ちょっと削れたと思う。ちょっと一回回復いこう。右上のね、こうなんかリスポンマークみたいなのが右上から3番目のアイコンを押すと、こうやって真ん中、あ真ん中というか元の位置にねリスポンして、このクリスタの周りに行くと回復できるという仕様ですね。よいしょ、当たってない、当たってるか当たってるか、これ敵やばいやばいやばい、あんま怖いから近づけないんだけど、これも遠距離を届け。よし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 、届いてる届いてる、いいぞ。これはなんだ、危ないよ。うわーでかいのいるな、やばい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 よ、敵が来てる。お、でも倒した倒した倒した、あーなんか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 、大丈夫か、よいしょ、やばい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 よ、この前にやばい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 、撃て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 、よいしょ、どうしよう、どうだどうだ、やれてんのか、やれてんじゃないこれ、やれたんじゃない、ちょっと、おーしゃー、遠距離大丈夫か、よし、お、ちょっと敵がいる、あー相手もいるな、またなんか食らったぞ、ちょちょちょ、すぐこうやってノックダウンみたいなの受けるな。お、敵がいるね。敵がいるね。いけ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 。食らってるか？いやー、食らえさせたかちょっとわかんない。お、なんか今攻め込んでるぞ。いけー。よしよしよし。よし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 、いいぞ。お、これチーム逆転したぞ。よし、近づけないようにして、タワーを壊せ、タワーを壊すんだ、よし壊したぞ。ちょっと一回引こう一回引こう一回引こう、やばい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 、捕まってる捕まってる、やべえやべえ、よし逃げろよし逃げ切った、よしこっちに敵が、これを処理しとこう。おお、ちょっと遅かった、かなり攻め込めてるよ。いけてるいけてる。遠距離で。遠距離でタワーを削れー。でもやられてるー。あ、タイムアップ。勝ったんじゃね？おー、やっと勝ったー。ウィーン。どうや？あー、それでも4位かー。はい、ということでございまして、画面のね、下にありますバトルアリーナを押しますと、このようにコロシアムで、ね、コロシアムっていうのが出てきて、フリーバトル、ランクバトル、激闘、ギルドバトルみたいな形でね、他にもこう1対1で、やるものだったり2対2で戦う、NPC バトル、あとは制限時間内に敵をもう一定撃破すると勝利とかね、いろんなルールが あるオンライン対戦というのがこの、コロシアムでございました。あ、バトルアリーナね、バトルアリーナの、コロシアム、あとはフリーバトル等々でございました。で今回、挑んだ装備はですね、ガチャやった後からですね、ちょっとね、いろいろと調整したんですよ。で装備、こんな感じかな、詰めるだけの、レベルもね15だったのが16まで上げてのチャレンジをしました。詰めるだけのね、スキル積んで、あとね各こう装備に対して、詳細どれでもいいんだっけ、あ、これで見れるわ。はい、こんな感じでね、弾風剣の、サブスキルみたいなのが、こう、いろいろつけられるみたいでね、
ここら辺とかね、全部全アイテムつけてのチャレンジをしてみましたが、でスキルがですね、この特殊タイプの今回回転斬り、大回転斬り、リビングソード、ドッペルソード、竜巻斬りで、この一番下の2つ、竜巻斬りとドッペルソードと、あと回転斬り、この3つをスキルセットして今回はチャレンジしました。なんかね、こうソードマスターだとこう相手に近づくまでにやられちゃうっていう感じだったみたいなんで、この遠距離ができるねドッペルソード、そしてまあ相手が近づいてきた時に竜巻斬りでこうみんな巻き込んでブワーみたいな感じでやっつけようっていう作戦でやってみたんですけど、そもそもの能力が低くてね、相手にやはり近づく前にやられちゃうとかね、このドッペルソードを打つ前に、打つ前にというか打とうとして相手の前に入った瞬間にやられちゃうみたいな感じでございまして、ちょっとうまくはいきませんでしたが、まあソードマスターかなは、この特殊タイプのここら辺が非常に PVP ではなんか役立ちそうかなという感じ、印象でございました。で、今回の装備のスキル、装備をセットすることで、スキルにですね、拡張スキルっていうのがあるみたいで、これだと例えばドッペルソードを詳細見てみるとですね、はい、こうやって EX ドッペルソードみたいな感じで、装備に、スロットがついて、先ほど見たスロットのところに、この EX ドッペルソードが使えるようなスロットがついて、スロットっていうか、スキルがついている場合に、このスキルがこう拡張されていくみたいな感じなので、装備との相性も非常に良かったので、こういうスキルセットでチャレンジしてみましたが、ちょっと基礎能力が全然足りませんでしたね。まあ、強化とかも全然足りてなかったんでしょうね。そこら辺、まあ、ちょっと育成を進めないと、こう、なんと言いますか、ノラの PVP バトルでなかなか活躍するっていうのは難しいのかもしれません。はい。ということで、まあ、新装備で、まずはバトルアリーナ、フリーバトルの PVP に試してみましたが、あとはですね、先ほどもちょっと見ていた中で、出てきた上級職といいますか、現在のソードマスターであれば、バーサーカーという上級職があるようにですね、ちょっとロビーに戻りましょう。はい。そしてクエストを見てみてですね、どこだ、あ、このアスモダイトリデ、ここのメインクエストをクリアすると、この転職クエストというのがまず受けれるようになって、でこの転職試験バーサーカーみたいな形で、今回のソードマスターであれば上級職がバーサーカーということで、まあ、動画の冒頭序盤言っておりましたが、ソードマスターが非常にこう、序盤から扱いやすくてですね、で終盤こうバーサーカーになって転職して、PVP でも活躍できるというところで、まあ一つ、まあ個人的にはおすすめの職で、まあソードマスター自体がですね、まあ攻撃力基本的には高くて、しかもまあ全員でね、バシバシ戦えるアタッカーということで、まあアタッカーやりたいなという方はぜひですね、このソードマスターが職おすすめということで、まあスキルもですね、非常に範囲攻撃とかね、しかもまあ超高火力のね、スキルとかもあってね、非常にやってて面白いです。でそこからさらにバーサーカーに転職することで さらに強くなれると。はい。で今言ってたソードマスターですね、でパラディンからも一応バーサーカーには転職できるみたいですが、まああと私が気になったところとしてはですね、まあ魔職ですね、ウィザード、ウォーロック、ここら辺、まあ先ほど PVP で見ていただいた通り、ドルイドという上級職になることで非常に高火力、でしかも遠距離からね、こうソードマスターとか高火力の近接攻撃キャラクターが近づく前に、超高火力のダメージを与える、まあ近寄られちゃったらちょっと厳しいんで、まあPS というかね、プレイヤースキルは非常に求められるんだと思いますが、ドルイドっていう職もね、ちょっと興味がそそっております。まあソードマスターでバーサーカー育てて、ちょっとレベル上げてってね、PVP、ノラの PVP でも活躍できるようになってきたら、ちょっとドルイド目指そうかなというところでございます。はい。というわけでございましてね、非常に職業選びであったり、装備、アバター等ですね、豊富に、やり込み度が満載の、厳冬戦記グリフォンでございます。今回のチャレンジではですね、PVP を、まあ、ノラと言いますかね、ちょっとこう、知り合いじゃない方とオンラインプレイで、プレイしてみたんですが、まあ、ぜひですね、この動画を見て一緒にやりたいという方ですね、私の生放送とかで、厳冬戦記グリフォン、みんなでやろうみたいなね、企画等もやってみたいなと思ってますんでね、ぜひ一緒にやってみましょう。でね、こうレベルの近い人たち同士で PVP ができればね、非常に面白いかなと思っております。ということでございまして、今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。